それからもう一つは QC の工事効果として、先ほど言ったワンループのアノマロスディメンションで書いたそのストラクチャーファンクションのログ Q スキャンのべきの振る舞いと、それからさらに、2ループに行くとここに αS の一時のオーダーが効いてくる、3ループだと αS の事情の効果が効いてくる、こういうふうに展開 QC で展開できます。で、我々無条件和則に、無条件というのはもう一つ無条件の、サムルールというのがあります。それは、変極構造関数のプロトンとニュートロンの差を取ってそれを積分したものですね。それがGA オーバー G ブレーションかける6分の1だと。で、ここに小平 HR とありますが、これは小平、松田、牟田、佐々木、それで僕5人でやった計算で、でここの前の αS の一時の補正がマイナス π 分の αS、 これはさっきの E プラス E マイナスの時の1プラス π 分の αS、 ちょうど逆に出てくるんです。その逆に出てくる理由も説明できるんですが、まあこういう、これはだから我々が最初に計算した QCD コレクションです。で、実際はどういうことをやったかというと、最初のスライドのトップページにあったようなグラフをこう計算したと。つまり工区を標的とした仮想コンプトン算段というのを計算して、それの補正を計算する。それで、まあ先ほど言ったようにブロケンサムルっていうのは何か αS の一時のオーダーの補正があるんだけど、実は αS の3乗まで計算されています。これはフェアマザレンたちがやっている。それからこのプロトンとニュートンの差を取らないでこれ足したものですね。これフレーバーシングレットです。これは小平さんがニューグラフフィジックスで、ここに出た論文でやっています。で、これはまさにここにですね、アクシュアルアノマリーがあることによって、そのアクシュアルベクターカレントのワンループ、トゥーループのアノマロスディメンジョンが消えないということで、これは説明できる。で、80年から81年までまた話変わりますが、デイジーに行きました。まあ、79年に先ほど言いましたようにデイジーのペトラで3グルオンイベント、3ジェットイベントっていうので、まあ、これはグルオンを発見した実験だと言われています。で、これデイジーの今どうなってるか知らないですが、これはデイジーのゲートですね。これゲートにつながる道です。これハンブルグにあります。で、ここにいた僕のコラボレーターというのはトーマス・ウォルシュって、これはミネソタ大学にから今いて、そのホームページからこの写真撮ってくる、もっと若かったんですけど、これ現在のウォルシュ。で、これはデイジーの建物、こっちが理論でこっちが実験だと思いますが、この下の方の階がデイジーのセオリーグループで、上の方の階がハンブルグ大学の理論グループ。こっちの方に食堂はどこかありましたね。確かあんまり記憶が確かにない。で、彼とやったのは、そのディープエラーをですね、ターゲットをニュークロンではなくてフォトンにした場合、しかも、まあ、彼はこういうことをピーター・ザーバスとまあやってたんですが、フォトンをリアルフォトンじゃなくてバーチャルフォトンにしたらどうなるかっていうのをまあ調べました。この P スクエアがこうノンゼロので、いろいろ計算して、でこれはデイジーのコンピューターとか、それからセルンに行って、セルンの昔 CDC かな、なんかセルンのコンピューターってなんか計算するたびに料金が出てくるんですね。いくら今やった計算いくら使ったかってすごいサプレスするようなだけど、そこの計算センサーのお姉さんにいろいろ聞いて聞き倒してなんとか計算やりました。これがリーディングオーダーで、それでフェルベアムに移ってからネクストリーディングオーダーの計算、 F2 と FL との計算やりました。ですから、デイジーから今度フェルベアムに移って、こうシカゴの郊外、これフェルベアム、これハイライズって、この高い建物、これが、僕の、これちょっと QCD ではないんですが、スーパーシミットの破れの研究をやった時のコス・マスザコス、ギリシャ人ですが、彼の僕のコラボレーターですね。で、これはですね、このハイライズの前で牟田さんと、一緒に撮った写真で、これは割と最近ですね、2005年か6年かな、ちょっと忘れましたが、その時です。で、行ってですね、このビル・バーディン、ウィリアム・バーディンと議論しました。彼らの彼はビューラスと一緒に仕事をして、それでこの構造関数は、フォトンはリアルフォトンだと、だからポイントライフの部分とハドロニックの部分があって、これを両方足したもので、まあ、こっちはだからベクターメソンドミナンスとかそういうので、
まあエスティメートするんですが、これは実はネクストリーディングオーナーとちょっと問題点がありまして、というのはこれネガティブに、構造関数がネガティブになってしまうんです。でどうしてかというと、このシンギュラリティが n イコール2にあって、それは実はエネルギー運動量テンソルっていうのがアノマラスディメンジョンを持たないことによって、このシンギュラリティが出てくるんですが、ネガティブになる。でこれを避けるにはどうしたらいいかと、こっちからですね、このシンギュラリティを消すような量が出てこないとおかしいと。で、まあ、彼といろいろ議論したんです。それでこれは実はハドロンの場合は、リアルフォトンの場合はこれ本当に接度論では計算できないんですね。だけどこれバーチャルにしてやると、実はこれに相当するのが計算できて、本当にこれをちゃんとキャンセルしてくれるんです。ですからそういう意味でバーチャルフォトンというのは、こういうシンギュラリティを消すという効能がありました。